はい、こんばんは、ポップです。FX チャンネル5月11日月曜日。続いて、新広告通貨3ペア3通貨の解説を始めていきます。順番はいつも通り、トルコリラ園から始めまして、メキシコペソ園、南アフリカランド園の順番で解説をしていきます。えー、それではね、えー、まずは先週の振り返りからしていきましょう。えー、まずはこちらのサイトをご覧ください。 世界の株価のサイトでございまして先週金曜日の、ね、ダウ平均から振り返っていきましょうダウ平均は前日比プラス455ドル終わり値で2万4331ドルということで1.91%の大幅な上昇で1週間の、ね、取引を終えたというところでございます、えー、週末でも、ね、お話をしましたがアメリカの雇用統計発表がありまして失業率は14.7% 非農業部門の雇用者数に関しては、マイナス2050万人とね、大幅なマイナスだったんですが、事前予想のねハードルが低くてですね、16.0%の失業率に比べて14.7%の結果、そして2200万人の減少に対して、2050万人のね非農業部門の雇用者数のね減少ということで、まあ、低いハードルからは良かったというところでね、それがリスクオンに結びついて、大幅に株高、ドル高という よううなな状況になったというといいころでございます、まあ、そのような形で、ね、株式相場がリスクオンにの状況を、ね、受けまして日経平均の方も今日は上がりました日経平均は前日比プラス211円 割値で2万飛び390円ということで、1.05%の上げという形で1週間の取引をスタートしたというところでございます。えー、リスクオンね、相場が続いている形で、しかもね、原油の方も今大幅に、ね、上昇しているという形で、全体的にね、リスクオンの相場になっているという中で、今日はね、トルコリラも含めて大きくね、動きが出ているというところでございますので、具体的な解説をしていきましょう。 それではね、まずはトルコオリラ園の15分足からご覧ください、えー。今日のね、オープンのところですと、15円付近からね、スタートしたというトルコオリラでございました。 そして日経平均の上昇を受けまして円安方向に進んだトルコリラは15円を早々に上回って東京マーケットをオープンしたというところですねそれからも右肩上がりになった移動平均線にサポートを受けながらヨーロッパ時間もサポートを入れつつも順調に上がってきまして今は15円15銭を超えているという形で15円20銭近くというところで久々に上昇しているというところでございます この動きをね、1週間の時間軸で見直してみますと、こちらもね、まあ、V 字回復というような形に似たようなところで上回ってきているというところでございます。 先週は、えー、大きなね下落トレンドが水曜日まで続いていたというところでございますが、まあ、先週のね、えー、木曜日過ぎぐらいからですね、えー、大幅にトレンド転換しました。えー、こちらがね一時は14円75銭も下回っていたところからですね、まあ、一気に上方向に上がってきたというところはですね、えー、一つ トルコの政府に関しましては、今までね、大口のショートをかけていました、えー、欧州系の金融機関の、ね、取引を、えー、やっぱり、ね、圧力をかけて追い出すというような状況になっておりまして、まあ、そういったところでね、一旦は今までショートを取っていた大口の金融機関が買い,戻して買い戻しをしてあげたというところでございます。しかしながらね、今日の動きを見てますと、まあ、買い戻しのショートもあろうかと思いますが、少しばかりね、ロングが入っているような、まあ、上ヒゲをつけずにですね、 じりじりと上げていくというような状況がありますので、えー、これはねトルコリラトレンド転換のチャンスかなというところでございます。 移動平均線の今までの右下下がりの場合ですと、えー、しっかりとね移動平均線付近で、えー、反発してもレジスタンス、反発してもレジスタンスを食らっていたんですが、えー、先日のね、えー、そちらの、えー、欧州の大口の買い戻しですね、欧州の金融機関の大口の買い戻し、まあ、これがあってからですね移動平均線の上側に平均足のチャートが位置するというところで、まあ、移動平均線の角度を上げるような上げで、ですね、えー、しっかりとサポートを受けながら、えー、今日の東京マーケットから、ね、順調に じりじりと上げ始めたということで、えー、少しトレンド転換の、えー、様相を呈してきたというところでございます。えー、ただね、えー、このタイミングで本当にロングを組んでいいのかどうかというところはですね、えー、4時間足で判断をしたいと思いますので、えー、4時間足ご覧ください。 はい、えー、こちらですね、今まで地獄の下げと何度もお話をしておりましたが、移動平均線が基本的にはね、えー、まあ角度こそ違えど右下下がりが続いていた。そして60分足でね説明した通り、4時間足もね明確に今回は移動平均線を上回って、ボリンジャーバンド2シグモンまでタッチするような反発になったというところでございます。まあ、ここまで来ましたらトレンド転換の可能性は十分にあるというところで、次のポイントとしましては、4時間足ベース でですねこちら今陽線が続いていましたがこちらの平均足のチャートが一旦ねボリンジャーバンドもしくは15円25銭にレジスタンスを食らって調整する場面があろうかと思いますそれがあくまでも15円以上もしくは移動平均線よりか上側で 線線から要線に切り替わるいわゆる移動平均線の今まで下側で、ね、レジスタンスを食らっていたんですが移動平均線の上側でサポートが入ることができれば、まあ、トレンド転換と中期的には思えるという形になりますので、まあ、そういったところで、ね、15円のサポートもしくは移動平均線よりか上側で陰線の平均足が要線に切り替わるというところがあればロングを組んでいただくというところでよろしいかと思います。もちろん、ね、安値付近ではスストップロスの注文を入れながらという 条件がが出ますがこの4時間足ベースの陰線が出たときにですね、要線になったときにはロングを組めるかなというところでございます。ただこのままね、も,もちろん上がっていく可能性もありますが、まあ、そういったときはね、もう円がなかったというところで、まあ、 見送るととといいうところもね一つの手段だと思います、えー、しっかりとね、えー、このようなパターンになったらロングを組んで、まあ、このようなパターンだったら損切り、利確をするというところをね、えー、プランニングをするのが一番大事だと思いますので、あくまでも今回、えー、こちらのボリンジャーバンド上限もしくは15円25銭ぐらいのレジスタンスを食らった後にですね、15円もしくは移動平均線よりか上側で陰線から陽線に切り替わったところでロングというところでね、攻、えー、めていってもよろしいかなと思いますので、まあ、考えがね、えー、合致する方は、えー、その通り動いていただけ というところでございます。はいえー、以上でトルコリラ円を終わりまして、続いてメキシコペソ円、見ていきましょう、はいえー、メキシコペソ円の方は若干、えー、上がっていたところから今、調整に入っているというところでございます。 今日のオープンのところはね、4.5円の少し下からスタートしたというところでございます。東京マーケットね、日経平均上げましたので、それに準じてね、4.5円、今までレジスタンスで抑えられたところを明確に上抜けして、一時は4.55円まで上がったというところでございます。ただね、ヨーロッパ時間始まって少ししましたら、一旦ピークを迎えましてですね、まあ、5ドルとポンドと同じような形でね、下落方向に一旦は進んでしまいまして、 移動平均線を15分足ベースで割り込んでしまったというところでございます。その後4.5円だとかこういったね4.45ですねあ4.475ですね。4. 4 こういった節目のところでサポートを受けたんですが、しっかりと、ね、下がってきた移動平均線にレジスタンスを食らって、今は、ね、元の位置に戻ってきているということで、行ってこいという状況で、まあ、ほぼほぼ、ね、東京マーケットのスタートのところに戻ってきたというところでございます。こちらを、ね、1週間の時間軸の60分足で見ていきますと、えー、少し心配なのが移動平均線を割り込んでいるというところでございます。 今まではね、移動平均線が右肩上がりというところでね、移動平均線付近でしっかりとサポートを受ける、もしくはその上側でね、陰線から陽線に切り替えているというところでね、上昇相場を築、えー、いてきたというところでございますが、こちら今回割り込んでしまいましたので、まあえー、割り込んだ場合ですとね、えー、反発した時に前回も移動平均線でレジスタンスを食らったんですが、こちらもね、えー、反発したところで4.5円ぐらいで、えー、レジスタンスを食らってしまいますと、少し下落相場に陥るかなと。 いうところでございますなんとねトルコリラの方が強いというのがね久しぶりの状況でございますがメキシコペセインちょっとこれからがね勝負どころかなというところでございますただね15分足よりも60分足60分足よりも信頼できるのはやはり長い時間軸ということでね4時間足ご覧いただきますとまだまだ移動平均線よりか上側に位置しているというところでございますそしてなんといってもね4.5円前回と前々回の高値を超えたというところでね全然 前回ですねこの高値ままでで今上がってきたとといいうこころでございますこちらはね移動平均線、今ね右下下がりから横ばい、横ばいから右肩上がりに変わっておりますので、あくまでも最終的に下げになってしまうというのは、ですね4時間足ベースの移動平均線を下回ったところだと、こちらはね下落トレンドになってしまうというところでございます。よってですね逆を言えば、ですねこの移動平均線、今右肩上がりに上がってきておりますが、 こちらよりも上側で4時間足ベースの今の陰線が陽線に切り替わることがあればそこはロングかなという状況でございます。よってですね、このまま4時間足ベースの陰線が続いて移動平均線を割り込んでしまうんだったらロングは一旦諦めるというところでございますし逆に4時間足ベースのこの陰線が移動平均線よりか上側で陽線になる。まあ、そうしますとね、60分足もおのずとですね、まあ、この辺りで陰線から陽線になるという形になるうか と思いますがそうなったときにロングを取れるかなというところでございますのであくまでもね4時間足を最終的な判断としてタイミングとしてはね60分足を見ていただいてインをするその条件としましては移動平均線4時間足ベースの移動平均線の上側で、ね、イン線から要線に平均足のチャートが切り替わるというところを1つの目安にしていただければと思いますので参考にしていただければと思います。 はいえー、以上でメキシコペソ園を終わりまして、えー、最後にね南アフリカランド園こちらを見ていきましょう。 ランド円もほぼほぼメキシコペソ円と同じような状況でございます。今日のスタートのところでは5.8円ぐらいからスタートというところでございます。日経平均の上げとともに5.85も上回りましてですねヨーロッパ時間の初めのところではピークをつけて5.88ぐらいまで上げたというところでございます。その後、メキシコペソやその他のクロス円ですね、ードルやポンド円と同じような形で一旦は調整して移動平均 線を15分足ベースででで今割り込んいいるという状況でございますえしかしながらね、えー、この5.8円というのは、まあ、朝方の、ね、スタート地点というところもありますし、えー、60分足1週間の時間軸で見てみますとね、5.8円というのは今までレジスタンスを食らっていたりですね、ここの部分でレジスタンスサポートになったところというところで、一旦5.8円のサポートはね、あり得ることは見ておいた方がよろしいかもしれません。えー、ただね、えー、今、移動平均線を、まあ、これもメキシコペス ペソ同様ですが、少しばかり、ね、割り込んでおりますので、まあ、これが、ね、本格的な反発に結びつけばいいんですが、少し、ね、5.8円を下回ってしまって、反発した時に移動平均線よりか下側で、ね、再度陰線になったところでは、少しトレンド転換の、えーまあ、今までの上昇トレンドが崩れるかなというところは、ね、注意しておいた方がよろしいかと思います。ただ、最終的な判断としましては、メキシコペソ円同様ですね、4時間足をご覧いただければと思います。ほ、まあ、ほぼほぼ、ね、前回の 高値を超えて前々回を超えることができなかったというのは若干ね、メキシコペソ円とは違うところでございます。メキシコペソの方はもう一回見ていただきますと。 前回も前々回も超えて、前々前回と今一緒ぐらいというところでございますのでね、このあたりは少しね、えー、南アフリカランドよりもメキシコペストの方が強いからというところでございますがあくまでも参考にするのはこの移動平均線でございます。まあ横ばいとも言えますが、ここをね、因、えー、線が続いて移動平均線を割り込んでしまったら移動平均線は横ばいいわゆるレンジ相場になりますので、ボリンジャーバンドの上限と下限を行き来するような相場になってしまうというところで でございますが、あくまでも移動平均線よりか、上側でこの陰線が陽線に切り替わるというところがあれば、ですね上昇トレンドの可能性が強いというところでございますので、そういったところではロングを取っていただくという形でよろしいかと思います。 すべ、えー、てはね、えー、15分足より60分足、60分足より4時間足というところをね、長い足の方を、えー、トレンドとしてはね、参考にしていただくというところでございますので、あくまでも、えー、こちら4時間足の、えー、移動平均線よりか上側で陰線から要線に切り替わるタイミングを見ていただきながら、最終的にはね、えー、60分足も形がね、えー、陰線から要線に、えー、こちら移動平均線よりか上側で変わっていればですね、えー、ロングを取っていただくという形でよろしいかと思いますので、参考にしてください。 はい。ということでね、新広告通貨3ペア3兄弟の解説を以上といたします。今回の動画がね、少しでも参考になったという方はですね、いいねボタン、最近ね、本当押していただく方が多くてね、助かっております。モチベーション上がっております。またいいねボタンを押していただければと思いますし、あとチャンネル登録をね、まだされていない方はチャンネル登録、そしてツイッターのフォローもね、していただければ私のモチベーションさらに上がっていきますので、もしよろしければね、ワンクリック、ワンタップお願いしたいと思います。今回の新広告通貨は以上です。 でございます今日も一日お仕事とトレードお疲れ様でした今週も頑張っていきましょうバイバイ